にちは。今日は皆さんと障害に対する理解や障害者への配慮について考えてみましょう。皆さん、障害という言葉を知っていますか？障害には例えば足が動かなかったり、目が見えなかったり、耳が聞こえなかったりといった体の機能の問題や、実際の年齢よりも脳の発達が遅れてしまう脳の機能の問題、そしてやる気が出なくなってしまったり、お酒をやめられなくなったりといった心の機能の問題があります。しかし、障害の要因はそれだけではないんです。その人の心や体が原因ではないのですか？私たちの身の回りにあるものや決まり事、偏見なんかによって心や体の機能に問題のある人が暮らしにくくなっているんです。そういうことも全部合わせて障害なんです。難しいな。分かりやすく説明してください。例えば、車椅子の人に階段しかない建物の3階まで来てくださいというのは難しいですよね。これは車椅子の人が歩けないということの他に、階段しかない建物やそのような場所に呼んだことが問題なんです。私たちだって階段もない建物の3階まで行くことは難しいですよね。なるほど。他にも僕らが言葉や習慣の違う外国に行った時に似ているかもしれないですね。慣れるまではバスに乗って出かけたり買い物をしたりすることが難しく感じるはずですよね。きっと誰かに助けてほしいって思うだろうな。障害があるということを理由に差別することを禁止したり、周りの人ができる範囲で手助けをしましょうといった法律もあるんですよ。あ、新聞で読んだことがあります。障害者差別解消法ですね。でも、差別的な扱いってどういうことだろう？例えば、車椅子に乗っていることを理由にお店への入店を断ったり、障害があると言ったら運動クラブへの入会を断ったりといった障害のない人とは別の扱いをすることです。この間、視覚障害のある人がお店のメニューが読めなくて困ってたけど、そういうことも含まれるのかな？そうですね。皆さんの周りにもこういう困った光景はありませんか？障害者差別解消法では、障害があることを理由に差別をしてはいけないとされています。障害のある人は特別な人ではありません。私たちと一緒に生活をしています。学校に通いながら成長して、お仕事をしている人もたくさんいます。自分と少し違ったところがあるからといってからかったり無視したり、いつの間にか差別をしていたりはしませんか？周りの人が手助けをする合理的配慮というのはどんなことをすればいいですか？例えば、耳が聞こえにくい人のために文字を書いて会話したり、じっとしていることが苦手な人のためにゆっくりと待てる場所に案内したりすることを言います。その人の状況に応じてできる範囲で手助けをしてあげることです。状況に応じてできる範囲でというのが難しいですね。皆さんもどんな状況でどんな手助けができるか考えてみてください。僕考えたんですが、状況に応じてってことは、障害のある人にまず声をかけて何が必要かコミュニケーションを取らないと始まらないってことですね。そうですね。それでは、駅で困っている人を見かけたらどんな風に声をかけてどんな手助けをしたらいいのか見てみましょう。僕よく駅でこういう光景を見かけるんですが、声をかけていいものか迷うんですよね。わかります。もし困ってなかったら失礼かなって考えてしまいますよね。こんにちは。何かお手伝いすることはありますか？ありがとうございます。
バスターミナルへ行きたいのですが、どう行けばいいですか？バスターミナルは改札を出て左に行った方なんですが、階段もあるしご案内しますよ。ありがとうございます。どうすればいいですか？そうしましたら、すいません、私の左側に立ってもらって、はい、肘を触らせてもらっていいですか？わかりました、どうぞ。ありがとうございます、はい、じゃあ進みますね。はい、はい、ここで左に曲がります。はい、はい、じゃあ右に曲がります。はい、はい、左に曲がります。はい、じゃあここから階段になります。はい、はい、行きます。はい、ラストです。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、他にお手伝いすることはありますか？ここからは大丈夫です。お気遣いありがとうございます。それなら良かったです。お気をつけて。ありがとうございました。最後の、それなら良かったです。お気をつけて。手助けが必要ないって言われた時も、こういうふうに言葉が交わせるといいですね。そうですね。困っている人を見かけたら、みんなで声を掛け合って、できることから始めていきましょう。最後に、少し気になったことがあるんです。困っている人にできる範囲で手助けしようと思うんですけど、何も手助けが必要ない人には不公平にならないかな？それじゃあ次のイラストを見てみんなで考えてみましょう。皆さんはどちらのイラストが公平だと思いますか？